こんばんぱい。どーだい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 大福大好き大太郎あ大太ドラえもんあグーチョキパーグーチョキパー。はい、どうも柳原です。はい、どうも柳原です。今日は遊戯王カードの紹介をしていきたいと思います。はい、皆さん、先週ですけどついに発売されましたね、プレミアムパック20発売されましたね。けどまあ正直言って先行発売でから買ってる人からすればもうだいぶ前からあるし、もうネットでも全然売ってたんで、買おうと思えば買えたんですけど、僕は田舎に住んでるんでなかなか手に入らないし、まあいっかなと思って、スマホしか買ってなかったんで、なんですけどついにゲットしました。はい、もう開封しちゃったんですけどね、プレミアムパックの開封をしました。で、そのカードの紹介をまあざざとしていきたいと思います。ライティドライバー、おい、はい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 、キューショーマスキャラ、はいはいはい、いや今回めっちゃ雑ですね、今回の動画。アルカナライト、ライティドライブ、はいはいって感じで、まあ残念ながら宿は当たんなかったんですけど、まあ個人的にちょっと興味あるカードだけ紹介したいと思います。これライティドライバー、これ結構強いと思うんですよね。このカードはシンクロチューナーの借りとして素材にできると、このカードの効果1ターン2つしか使えません。このカードは召喚に成功した場合、自分のデッキ手札墓地からレフティドライバーを出しますみたいな。でもこれでシンクロできちゃうみたいなやつなんですよね。シンクロなおかつハリファイバーにもできますよね、多分。ただ残念ながらライティドライバーしか持ってないみたいな。もう一枚もライティドライバー。お前ライティライティやな、ね。右曲がって元に戻る。はい。あ、これめっちゃ好きなんですよ。もののけの空。ほこら。これなんかあれじゃないですか。昔の遊戯王感出てません？この、リバイバルスライムみたいなやつ。リバイバルスマイル。スマイルじゃないよ。はい。アルカナナイトジョーター。ジョーターじゃねえ。これも欲しかったんですよね。なかなか。リンクモンスターのウルトラとか持ってなかったんで。いや、持ってるわ。今持ってるけど、なんかいいなと思って。はい。で、最後はこれ。キュービーのキツネ。これもいいですね。ナルトかお前みたいな。いや、ナルトかお前みたいな。ナルトやないかお前みたいな感じですけど。って感じです。はい。今日の動画は短めですけど、これで終わりだと思います。では、次の動画で会いましょう。グッド。じゃあね、ヤギハラでした。